生意気になったもんだな。 聞こえてるよ。どうかした？積み荷。それで最後だよ。
私の素晴らしい希望を打ち砕いてしまった。今の私にはあなたが残してくれた力が希望はまた生み出せる。そんな顔しないで。分かっている。あなたが真実を知ったらきっと軽蔑されるって。 それでもそう、たとえ軽蔑されて蔑まれても、私はあなたの瞳に光を灯しておきたい。その瞳に映る私がどれほど汚れて卑しい姿になったとしても、私にとってはあなたがここにいるということが大事なのよ。 呆れているわね。二度目ですものね。でも同じ思いを三度味わうのは怖いわ。心が折れてくじけてしまいそうだから。本当は今まで通りにしていてほしかったの。でももうそんな余力はないわ。 次に死の砂嵐が迫ってきたら、私たちは間違いなく光る砂になって国土へ消えていくでしょう。あなたにすがるしかないの。だからね、私は全力でここを守るわ。だからあなたはあなた自身を守って。 今度はうまくいく。たくさんの力が、いえ、命があなたを導いてくれるから。そして全てが終わったら、あとは私に任せてちょうだい。必ずこの力で計画を遂行してみせるわ。 何度も何度も頭の中で手順を繰り返したわ。いつでもその準備はできている。覚悟は。ミレルは少しだけ残るかもしれないわね。それでも大丈夫。私は昔の私じゃない。あなたの知らないところでたくさんの命を食らって、 骨の髄まで血にまみれた悪魔よ。悪魔は悪魔らしく派手に散るのがふさわしい。だからお願いね。世界を。 おい、おい、大丈夫か。魔物が出るらしいから。 前にしっかりじゃ。
ないわ。ここではキラル分子で武器や負けを。